調子法久保建英の同僚ダビドシルバさん、人体破裂で長期離脱へ。ラレアルにとってかなりの痛手。クラブの公式発表によると同選手は練習中に怪我を負った模様。マジかよ、引退レベルじゃねえの。なんで練習でばっか怪我するかな。損傷の程度はまだわからんだろうから、来週の検査の結果待ちだな。補強は必要だな。当面はメンデスでしのぐにしても。違和感でかその場に倒れたわけじゃないのかな。年内で戻ってこれるといいな。ショックすぎるえ。契約更新に慎重だったのにいきなり離脱だから本人も気落ちしてないといいけど。まだ開幕までしばらくある時期に判明したのは不幸中の幸いか。頼むから補強してください。若手では代わりにならん。いずれにせよ年齢も考えると補強は必要だわ。蒲田でも石子でもいいから獲得してください。ここにシーズン以内で前十字やるの。4人目ってどうなってるんだ。シルバもうこれ現役引退コースだろ。やっぱり練習の強度高すぎるんじゃない。もしよければチャンネル登録お願いします。